はいどうもロリホンです。というわけで今回もスマブラ SP4WiiU でカスタマイザー遊んでいこうと思うんですが、皆さんもう夏休みですかね。おめでとうございます。というわけで夏休みはね、前々からスマブラデラックスの実況がしたいって言っとって届いたんですけど、機材が足りなくて録画できなかったんで、本当は今日からね投稿したかったんですけど、まあ早くて明日とかちょっと遅れて投稿します。夏休みはいろいろいっぱいあるんでよろしくお願いします。というわけで今回ね紹介していくのは、まあ、前回のコメント欄にもちょうどあったんだけど、ゲゲゲゲーム王というわけで19ジャッジ、数字が1か9しか出なくなる、9は出やすい分威力が低めというわけで、まあ、威力低め言うてるんですが全然倒せます。でこれ 2V1 やったら最強じゃんと思うかもしれないけど、 2V1 ではないみたい。 5% か 10% ぐらいなんかな。でも分かりやすくていいね。ほんまのジャッジは何パーなんでしょうね。それも 10% なんかな。じゃあ、まず、一発目。一発目で9引いたら本物よ。いや、5%、10%、ちょっと信憑性ないんですけど、なんかで見たんですけど、曖昧なんで、もしかしたら 100% かもしれん。違うわ。100% 否定。じゃあ、まあ、仮に 10% として 10% 外しました。2回目いきます。3回目いきます。おお、そこは外してほしかったんやけど。え、全然3回目出ましたね。このノリで出るんやったら相当強いぞ。いきましょう、4回目。だから連続で出やへんねんてっけ、ジャッジって。19ジャッジに関してはないかもしれん、それが。ないわ !9 連続で出る。え、普通のジャッジで多分、1個挟んだよね。連続出ますわ。まあ、それは1連続出てるんだから9も出るような連続。えぐい !3 連続引いた。え ?4 回目いっちゃう?あー、そこはちょっともうカットで編集しようかな。でも今の3連続はガチです。で、このノリで出るんですよ。威力が、1が 5%。だから自分でも 5% くらいなのかな。本家もそういう仕様なんかな。ちょっと知らないんだけど。23% でちゃんと課金もなるし、まあ、ネットの情報によると、ま、20% あったら全然死ぬよっていう感じ。えぐくない？それ、えぐくない？やばい。やばい。やばい。あー。もう逆にこれ10連続ミスる方が難しくなるね。やってみようか。10連続1チャレンジ。逆にね。はい。3回。あー、出るな。これ 20% ぐらいないか。30% もワンチャンあるぞ。10ではない。絶対にこれ。あー、逆にむずいよ、これ、10回ミスんの。いや、いいっすね。ロマンというか、もう、ただのギャンブル。で、お次こちら。早技シェフ。料理をテイクで飛ばすことで、スピードを強化。威力は低いが、3つまで連続で飛ばせるというわけで。もう、まあ、画像の通りよな。マジ、低空って感じ。3つまで連続出せるって言ってるけど、回転率は？え、すごいな。いや、全然、連打で強くね、これ。これ、ダメでしょ。しかも全然ダメージあるしな。これでガン待ちしといてさ、例えばガノンがレッキで突っ込んできましたと。これでいいじゃん。これ、お、え、あ、出るわ。まあ、5回に1回出るな。やっぱ 20% かもしれん。だからこれポン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 、ばらまいといて、例えばガノンとかかな、レッキをしすぎたら、もう2回目やけど言うの。これで決めちゃえばいいじゃないかっていう。ああ、綺麗に決まったわ。もう俺の中ではちょっと 5V1 にするわ。20% あると思うわ。対応次、吹っ飛びトランポリン。トランポリンで相手も飛ばす。パラシュートは開かずにストンと降りるというわけで、これめちゃくちゃ壊れずらしくて、なんならこれが一番らしい。というか、二大巨頭らしいんよ。これどっちも強いらしい。ヘビートランポリン。根元当てが強いのこっちらしいんで、まあ、ガーキャンウェビーとかみんなイメージしやすいと思うから、ちょっとこっちを今回紹介します。パラシュート開かないらしいんだよな。おわー、なるほど。確かにちょっと強そう。なんかゼルダのさ、空前空後とかの出てるもん、エフェクト。しかも全然これ着地も全然、勝負全然いける。12%。なんだこのふわっと感、逆に枯れなくね。あ、しかも、できるし空した。空射できるんだ、別にもうパラシュートなくても、あっても変わらへんな。あ、まあ、根元かどうかって結構大事そうやけど、どうせ使うんガーキャンやと思ったら強いよな。あとでトレモで見ましょう。撃墜 1%。で、下火。大量オイルパニック。前方からの飛び道具しか吸い込めないけれど、大量のオイルをぶちまけられるというわけで、なんかこの文章の書き方が桜井さんっぽいな。吸い込めないけれどって、なんかちょっと、スマブラ節あるけど。これね、写真見たまだ分かる通り、なんか範囲が2倍らしいっす。でかいでしょ、オイルパニック。2フレームらしいよ。確定コンボも存在する強化オイルパニックというわけで、まあ、前方からの飛び道具しか吸い込めない。まあもう、後方吸い込めないのがおかしいんだけど、元が。そんなにデメリットじゃないよね。正直。ちょっとまあこれはここサンドバッグなんで、やれないんで、ちょっとトレモで紹介していきます。じゃあ、まず試していくのは、まあ、19ジャッジから、いこうか。まあ、さすがに 0% じゃ死なないと思うんですよ。弱点が入ってるんで。はい。あ、ほんまや、自分もこうダメージ加わってるね。これは空中で使っても一緒なんか。あー、めっちゃデメリットあるけど、関係ないでしょ。魔人剣の方がよっぽどデメリットあるわ。23%。さすがに0じゃ死なんかったな。じゃあ、10% にしましょう。死にました。ガチ。まあ、崖橋っていうのもあるが、
まあ、賞味 5%。 あ、知りました。えぐいなこれ。あ、上妻入ってる。クソ簡単やん。上妻ジャッジ、しかも上妻で 10% いくから、こんなんもう即死確定で。はい、ゼロパー即死あるわ。まあキャラ軽いってのはあるけど、ディディとか釣ってもよな。あお、今ちょっと俺歩き入ったから確定しないけど、もうジャッジは分かったよみんな。もう単純明快の壊れ。じゃあ次この上ビースね、根元強いやつ。そもそも上吹っ飛びしてるんで、真ん中でも多分使われてないかな。いやこれ 80% とかでも死んだら相当強いよ。ガキやね、ガキやん。さすがに 80% ないやろ。あー、なかったけどあるよこれ。言うほど壊れてなくない？あ、死んだわ。 110% で死んだ、ディディが。いやこれなんかネットの情報間違うんじゃね？そんなに強いかと思っただけど、最終盤ガーキャン上 B バーストがあると考えるとやばいな。結局使いどころなのかな。110で死んでるし全然強いわ。まあこれは別に説明なしかな。ここら辺から、うわ、ここら辺からこれできるのやばいな。角度やばいよ、角度。単純にめちゃくちゃ横にぶっ飛んじゃった敵にこれで追い打ちとか強くないか。まあ、普通のも強いけど、これは結構グロテスクな感じで使えるね。じゃあちょっと強化オイルパニックねんけど、ちょっとディディあかんわ。キャラ変えてきます。はい、じゃあ、うん、3回でパンパンね。はいや、15ダメージか。範囲もやばいし、あ、今のは入らへんのか。あ、これ入んのエグ。え、てか阻止に置けるくね。うわー、そこ当たるんだ。バースト体はどれぐらいなんやろな。49% さすがにな、しなへんけど。まあ、別にこれはもう終盤のバーストコンボとしておならを食べられてる感じやよな、ワリオで言う。しかも発生バカ早いし、範囲も広いし、なんだおならよりも強いよな、判定に関しては。さあ 100% はどうだ。あ、余裕でいくわ。 100% から死んだわ、フォックス上ビー。まあ、根元とかさ、てかちょっといまいち分からへんねんけど、判定がもう釣っても全然密着ならって感じよな。やばいな、ちょっとこれ実戦が楽しみというか、これもう壊しちゃうよこのゲーム。バランス崩壊。ぜひ次回作はカスタマザーをね導入して、この技は消してください。もうカスタムまで勝てやんの嫌だ、ゲーム方に。1級ジャッジはいるっす。じゃあ実戦いきましょうか。まあ、まずいつも通り小手調べはガノンよね。ガノンをどんだけいじめられるかっていうのがこのゲーム大事やから。じゃあまず低パワーも狙っていくか、1級ジャッジで。なあ、溜まったら溜まったでな、できるもんでいろいろね。はい、惜しい。近づけへんのちゃうこれ。あ、まさか、まさか、まさか鼻水できた。まさかこれは来たねー。ほら、いや判定いくい。レッキ振ってくっつったでしょ、こんなんしとったら。知ってる知ってる、何もできない。おい、なんかパーセント負けてんだけど。はい、え、嘘、この後付け軽だけで倒せんの、やばくね。 18% ならまだ入るんじゃない、上スマのやつ。いや飛びすぎじゃない、これ CP がのが強い、単純に。てかなんか用意すると思ったら、これ1振ってるからどんどんダメージ食らってんだ。意外とこのデメリットの自傷後ダメージでかいかもしれない。ちょっと遊びすぎちゃったね。じゃあちょっとガチめに行きますか、いやらしく。あー、今の9なら死んでるよ。あ、これも9なら死んでるよ、死んでるよ。え、ねえ、じゃあ出ない、出たー。横尾しか振ってない結局。あー強いねー。はーい、死んでるよそれ、死んでるよその後突き。あ、今当たってん、死んでるよそれ9やったら、死んでるよそれ9やったら、死んでるよこれ9やったら。はい、普通に横スマも振っちゃうよー。はい、うわ惜しいです。はーい、あーはーい。いや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 、はぁ、ちょっと待て、やっぱ SP より強くね、 CP ガノン。まあ、ちょっとガノンは許するわ。一旦プリン一択か。プリンでもウエスマ横尾入んじゃないの、さすがに 0% やったら。あ、プリンは入らんみたい。はいはい、あー死ぬよ死ぬよ死ぬよ、あ、もう死ぬ、もう君死ぬよ、今死ぬよー。ニュードーン、あーからの、もう一回行こう。あ、もうもうもう3連続出てしまいました。おい、この壁についてこれるかな。ああ横火で死ぬんかよ。あかん、やっぱマイナス5ダメージが結構痛いぞこれ。気がつきゃ赤やもん。
下の色なかなかやるなこいつ。これでレベル9プリンに勝てる時代がやってきました皆さん。ちょっとここはいやらしくいきましょうか。逆に1級ジェット使わなくてもね、こんなんやっといてね、貯めればいいんですよ。パーセントうねうね貯めていき、なんか寝てますね。あーまあ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 、こういう時は別にギャンブルしいいよね。はーい、あーいいですねパーセント。おお、あさすがにプリンは引かへんかなる。シンプルに下積むが強いやん。カスタマーだ運のよりも。今の下積む死ぬんだ。ミュウツーも軽いですから、ちょミュウツー行きましょうか。ちょっと上見バーストしたいですね。どんな感じで決めれるかっていう。もう正直、横見だけでいいな。うん、いいわ。これ。ミュウツーはあるんちゃう上様横見。上様ジャッジね。なぬ。なかなかやる。あいけ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 、あさすがに。あ、かくってるな。さすがに今の。今の崖橋やと思ったら、あら、怖い怖いと。いや弱いな横スマ。それ横スマッチが1級ジャッジすればいいのに。ミュウツーもミュウツーもやっとけや1級ジャッジ。そんなんしなくて。おお飛ぶね。あかんな、そのウェビーのバースト台までに横火で倒しちゃうわ。マジでもう空後とかで牽制して後すぎさらした瞬間に横火振っときゃもうそんだけで勝つわけよな。でこん時のゲームの空泳は何も出やへんな。出るのおかしいよな SP。 ほら何も出ないっす。出るのがおかしい。さあ97%、そろそろ。うわ浮くねえ、ボーン。え強っ。えマジで 100% 超えてなかったよ今の。上見ですね根元当て。えもうないじゃん弱いとこ。弱いとこを強いてあげるなら1級ジャッジで9引けねえぐらい。9引けねえかったら負けるけど引けたら勝つって感じ。えそういやそんな強かったな。 113% で上投げバーストされましたけど、この作もうちょっと弱いよ SP。ウィーユーの君、上投げエグいな。じゃあもう絵もね、変わらへんからラスト、G ちゃん ZWX に挑んで終わろうと思います。ついてんだよな、ミー。前回もそうやったけど、なんかカスタマイズが。せこいよ。そんなせこい G ちゃん ZWX に。まあ、勝てればもう最強カスタムよ。かかってきなさい、今すぐに。かかってきなさい、今すぐに。飛ぶな。そりゃ死ぬな。慎重に上ビークーしてしよう。おい。ウェビークーシだけで強いやん、これ。それはいつもか。オッケー。うわ。ガーキャンでやっぱこれできるの強いな。トレボーの時よりも強くね？ウェビー。ピンチ。そんな時は？え、ちょっと、あの、一発でバレるの聞いてない。ちょっと待って、おい、じいちゃん Z だ。バケモンやん。ちょっと待って、ちょ。引けた負ける。ジャッジ引けた負ける。なんでジャスができんねん。はい、というわけで最強キャラは彼です。いやでもなんか何やかんや言うてまた今までで一番壊れてない1級ジャッジ。想像超えてたわ。なんか存在は知ってて強いなと思ってたんけど、なんか想像以上に強いっていうか9出るね。さ3連続とかあったからな。3連続あるってやばいよな。まあもしね次回作にカスタマーズがあるならちょっとこの1級ジャッジだけは受け継いでほしいと思うラリホンでした。夏休みはいっぱい動画投稿する予定、配信もするんで、ぜひぜひチャンネル登録して通知もオンでお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。